はい、たくみソフトへようこそ。父読語館をしてまいりたいと思います。今回使う父は2019年1月号になります。今回の読語館の箇所は関東の言葉、我が友浅利雄太さんのことという箇所から、牛尾電機会長牛尾さん、牛尾さんが寄稿された記事から読語感をしてまいりたいと思います。我が友っていい響きですよね。皆さんは我が友と言える友をお持ちでしょうか。そしてこのように語っていきたいと思う友をお持ちでしょうか。きっといらっしゃるでしょうね。探すときっといらっしゃると思います。私はこの劇団四季大好きで、妻と結婚する前からミュージカルに行くようになって、ものすごい元気とか素晴らしい世界を見せてもらって、本当にあの心の底から感動して、旭川では、まあ、劇団四季の会場は、公演する会場はないので、まあ、旭川に来てもね、年に1回ぐらいなんですけど、札幌ではね、毎日のように公演されてます。当時は JR の JR シアターとかっていうところだったと思うんですけどね、そこで、初めて見て、すごく感動して、それ以来家族ができ、家族ができてもずっと家族で見に行ってます。今年もリトルマーメイドを見てきました。もうリトルマーメイドをぜひもう間近で見たいと思いまして、チケットが販売されるその日に予約先行みたいな形でネットで申し込むんですけど、会員さんになると最初にこう、なんでしょうね、予約ができるんですけども、うちもあの会員になっておりまして、ともかく、4人ですから4人分のチケットを取るんですけど、まあ、ちょっとうちにはルールがあって、できるだけ、通路側を取るんです。前の通路側、どっちかでも通路側をできるだけ取るというのが暗黙のルールになってます。というのはこう劇団四季のその演目、まああの「リトル・マーメイド」はね、そういうサプライズがあるかなと思っていたんですけどね、まあそういうサプライズはなかったんですけど、ライオンキングとか、キャッツとか、そういう演目になるとですね、会場の中にあのいわゆる席ですね、観客が見てる席の通路のところに、演者さんが立つことがあるわけですよ。で走ってきたりするんです。で、最後のフィナーレで下にこうね、通路に降りてくることがもうあったので、もうその思い出があったのでね、必ず席は通路側を取るんですよね。そして前の方ですから、あの4人で行っても2席ずつ取るっていうのがルールなんですよ。誰かが通路側に行く、まあ子供たちが通路側に行くんですけど、通路側に行って
妻と私が別れてそれぞれの子供と座るというね、そういう形で、撮るようにしてました。いやー、これがですね、本当そのサプライズもそうですけども、もうその 演目ですね、もう本当にのめり込んで見れる、そんな舞台に作り上げられていると思います。演者さんもね、相当の訓練をして、素晴らしい、エンターテインメントを私たちに届けてくれてます。こんなね、偉大なものを残された方、あさりさんという方がね、いらっしゃったんだなということを、そのことをね、牛尾さんという方から、このように教えてもらって、ああこういう方がこのあの劇団四季を作ったんだって思うと、また違った目でね、また一味違う目で劇団四季を楽しめるなというふうに思いました。皆さんは四季のミュージカルには行かれますか？もうぜひですね、行ってください。もう一度行ったらですね、本当ハマっちゃいますよね。本当にね、大好きな人は、そのミュージカルの公演が、その演目がね、例えばリトルマーメイドであれば、そのリトルマーメイドが、上演っていうんですかね、あれ公演してる間っていうんですかね、公演してる間に何回か行くと、で何回か行くんだけれども、その座席をね、こう後ろにしてみたり、真ん中にしてみたり、前にしてみたり、いろんなところに座って、味わうらしいんですよね。私はね、旭川にいますからね、何回も何回も行ってられないんで、まあ、やっぱり1回の公演では1回しかやっぱり行かないんですよ。ですからできれば前で見たいと思って、いつも前で、見るようにしています。ほんとね、エンターテインメントはね、何回見ても感動できますので、皆さんもぜひ よろしければ行ってみてください。素晴らしいです。まあ、そんなことを思いながらこの関東弁を読みました。なんか関東弁と全くね、違う世界で、自分の話しかしてませんけども。いやー、本当偉大な功績だと思います。もう感謝しかありません。ありがとうございます。そんなわけで、今日はここで閉じたいと思います。それでは皆さん、また。